はいどうもしんです。今現在国際通りの、松尾方面ですね、松尾あたりから雲寺方面へ向かっている感じではあります。ドライブレコーダーの画質、あと音声のテストをさせていただいております。ドライブレコーダーのスペックに関しては説明欄の方に残しておきたいと思います。音声の感じだとか画質いかがでしょうか。 1080p フル HD で撮影しております。画質はノーマルエコノミーファインとあるんですが、ファインで撮影という感じでございます。音声いかがでしょうか。声のね、聞き取りやすさとかどういう感じでしょうか。そこのテストということでさせていただいております。せっかくなので外の音がどんな感じなのか窓を開けてみたいと思います。今現在の周りの音でございます。こういう騒音があった場合に声がきちんと聞き取れるかどうかとかね、その音声がどんな感じになっているのか気になるのでちょっと窓を開けてみました。で、今バスが通った感じとか通っている時の喋り具合がどんな感じなのか、今窓を閉めました。音声テストと、あとは画質のテストということでさせていただいております。このドライブレコーダーがね、どれぐらい使えるかどうかということで試しております。で、ドライブレコーダー以外にもですね、車載雑談に使えないかどうか、このマイクがね、ちゃんと喋りが聞こえるのであれば車載雑談とかにも使えるのかなと思っております。で、試しに風ですね、エアコンなどをつけた場合に音声が変わるのかどうかということで、ちょっとエアコンをつけてみます。エアコンをつけてみました。エアコンの風が、このドライブレコーダーに当たる感じのね、方向に今風を、エアコンの風を送っております。それでもしね、音が変わるのであれば、ちょっと考えなきゃいけないんですけれども、今現在このドライブレコーダーがですね、どういう感じの音の大きさだとか言葉のね、聞き取りがどれぐらいになるかということでのテストをしております。 1080p フル HD で撮影。ドライブレコーダーのスペックに関しては説明欄の方に残しておきたいと思います。今現在那覇市の国際通りを今雲寺側に向けて出ようかなと思っているところであります。よっ、ということで国際通りを終了して今現在県庁北口あたりでございます。ここからそのまままっすぐ進んで、今工事中であります那覇バスターミナル方向の方ね、ちょっと向かっていこうかなと思います。で、途中で、ドライブレコーダーね、ストップはするんですけれども、今現在走った感じがね、どうなるかというのも含めてテストをしたいと思います。ここは琉球新報のね、工事をしているところですね。この正面が今作っている那覇バスターミナル方向ですね。そこに向かって今走っております。画質だとか、あとは音声ですね、どういう感じなのかということでテストでございます。エアコンもちょっとね、風を止めたいと思います。一番弱い風に今設定をしております。先ほどまではエアコンの風を当てて音声が変わるかどうかということでテストをさせていただいておりました。右側が那覇バスターミナルがあるところ、今ね、工事中ということになります。こういう感じで走った場合どうなるかということでテストをしております。もうちょっとね、道の感じも確認したいので、そのままつけてノーカットでお届けしようかなと思います。今現在朝日町あたりでございますね。ここから右に曲がってゆいレールでいうと朝日橋駅近くの方に行こうかなと思っています。そこから国道58号線の方にね、向かおうかなと思っています。で、あと明治橋、そのあたりを通る予定でございます。今現在ドライブレコーダーの画質、あと音声のテストということでさせていただいております。ドライブレコーダーのスペックに関しては説明欄の方に載せておこうかなと思います。で、今撮っているのが 1080fhd フル hd ですね。画質は最高画質のファインという画質で撮影をしております。こ
これがどういう感じにね、映るかどうかということでテストをしております。青になったので進みます。今現在喋りながらしております。このドライブレコーダーが音声がどういう感じで聞こえるのかということでテストを含めて画質音声のテストでございます。通常私は、車載動画とかね、あとは車載雑談とかは、キャノンのアイビスミニを使っております。もしくはドライブライブなどの時にはスマホに、ロードのスマートラブプラスというねマイクをつなげてやっているんですけれども、このドライブレコーダー単体でこういった車載雑談ですね、喋りながらの車のドライブ風景が映るのかどうかということでのテストをさせていただきます。もしこのねドライブレコーダー単体でできるのであれば、もう少し撮影の幅が広がるかなと思って今現在テストをしております。画質とあと音声のテストでございます。ちょっとね道が混んでるので止まっている時の映像が中心になっているんですけれども、実際に走行した時どういう感じにね映るのか、なんていうんですかね、よいしょ、スムーズな写りになっているのかというのもちょっと確かめたいので、もうちょっとしたいと思います。マリカーが走ってますね。こういうところである程度ね、まあ今40キロぐらいなんですけども、走った時にどうなるのかというのでもちょっと確かめたかったので走ってみます。で今現在ユイレール朝日橋駅あたりをちょっと通過したということであって、今明治橋方向の方にね進んでいきます。今現在いる場所は国道58号線の端っこの方ですね、もうね終点あたり一番南側まで来ております。通常はスマホだとかキャノンアイビスミニで撮影しているものをドライブレコーダー単体でできないかどうかということで今現在テストをしております。ドライブレコーダーのスペックとか名前に関しては説明欄の方に残そうかなと思っています。今現在 1080p、フル HD で撮影しております。音声だとかね画質がどんな感じのなのかということでのテストでございます。ちょっとね繰り返しの説明になっております、申し訳ないです。今現在明治橋あたりを走っております。さあこれがどういう感じになるかですよね。あとは話し声がちゃんと聞き取れていればね、普通に雑談をする収録用としても使えるかもしれないので、ちょっとねそれをも期待をしております。声がねどういう感じになるのかということでね、まあ、今喋ってる声は通常撮影している時と同じ普通の声なので、これがいつもより声が大きいのか小さいのかも目安になるかなと思っています。いつもと同じように喋っている感じでございます。ここにはプロ野球キャンプが2月1日から始まるので、その看板とか設置がされてもういいよいいよという感じにはなりますね、はい、今現在は沖縄セルラースタジアム那覇、ね読売巨人軍がキャンプするところまで来ております。山下交番とかがあるところですね。このまま行くと大野山公園の方まで行く感じにはなります。ということで少しね、スピードって言っても40キロぐらいなんですけれども、ある程度走った感じでの映像も撮れましたので、ここの先の信号に止まりましたらドライブレコーダーストップということにさせていただきます。以上、ドライブレコーダーの画質、音声のテストということでさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。何かリクエストなど。
Thank you.